はいどうも、夜食ハンター竹本明です。で今日はねこちらで釣っていきたいなと思っていますのが、ズバリタナゴ。タナゴと聞いて、まあ、ある程度ね魚詳しい人なら、いやいやタナゴって川の魚でしょと思うかもしれないなと思うんですけども、実はですね、釣りの世界でタナゴというとですね、2つの意味があって、1つはもちろんその淡水魚のタナゴなんですけども、まあファミリーフィッシングの世界ではですね、タナゴというと海のタナゴ、その名もウミタナゴという魚がいまして、そちらの釣りをこう刺すことが多くて、で今日ね僕がこの川崎の港でやっていきたいのも、そちらのウミタナゴの釣りでございます。大きくてもまあ25-26センチ、30センチいくことはないかなぐらいな魚なんですけども、まあ、この時期ね、結構ですね、釣りのターゲットとしてはポピュラーなものの一つかなというふうに思っております。この魚を今回僕が狙おうと思っているのは、ズバリ美味しいから。そして美味しいのに美味しいと思われていない、そう未利用魚のね一つなんですよ。はい、ではそのウミタナゴのねゲットの仕方なんですけども、基本的には釣りで取るのが一般的です。今回僕がやろうと思っているのは、まあこのチャンネルでおなじみのサビキ釣り。僕はですね、サビキ釣りが世界で最高の釣りだと思っているので、サビキで釣れるものは何でもサビキで釣るという主義なんですけども、こうやってたくさんの針がついていて、でその針一つ一つにこうやってビニールテープが巻かれていて、でこれがですねエビなんかを模しているわけですね。ウミタナゴはですね、結構このビニールテープ自体にそんなに強く反応する魚ではないので、今回ですねそこにまあ二段構えということで、こうやって餌、これは小さくちぎったオキアミなんですけども、これをつけています。お、ヒットしたヒットした。これは、はい、無事釣れました。今日のターゲットウミタナゴです。15センチぐらいかな。いやいいですね。いや海の中にねなんか群れてるのが見えたからさ、そこにちょっと仕掛け落としてみたんだけど、一発で食ってきたわ。ありがたい。はい、まあ一匹釣れてね嬉しいですけど、こんな、まあ、これぐらいのサイズ感だろうなと思うので、もっと釣りたいですね。もう一匹釣れました。まあでもこの辺がアベレージサイズかな。まあいいや、とにかく群れが来てる時がチャンスなので、どんどん釣っていきたいと思います。釣れました。まあやっぱこれぐらいかな。内湾っていうのは冬に結構水温が下がっちゃうので、魚のこう活性が下がっちゃうんだよね。だから釣れる魚がねいなくなっちゃうんだよ。今年なんかタチウオが大量発生してちょっと異常事態だっつって盛り上がってるけど、基本的には釣るものがなくて、そんな時期に連れてきてくれるのがこのウミタナゴっていう魚なんですよね。群れが回ってきたみたいで一家で釣れました。これなんか今日一番のサイズかな。それでも20センチはないけど、10匹釣ることを釣りの世界でつぬけって言うんですけど、つぬけは多分できるな。いいですよねこの景色。まあ釣れてない時は景色なんか見てらんないんだけどさ、ある程度こう釣れてくるとこうやって景色を見る余裕も出てきてね、いいですよね。これは微妙な差だけど今日一じゃないかな。20センチないぐらいだけど、こんぐらいの釣れると嬉しいですね。であとやっぱウミタナゴをね釣れるとこ猫が来るんですよ。でなんでかっていうと、多分みんなウミタナゴつっていらねえわつってポイってこう猫にあげちゃうんだろうね。竹本は釣れた魚は全部持って帰る。すまんな。はい、まあそういうわけで10いった、いってないか、いってないかな、9匹かな。まあいずれにしてもね無事釣ることができました。じゃあこれ持って帰って調理していきたいと思います。まずは普通に鱗を取ってで頭を下ろし落として3枚に下ろすっていうのをやっていこうと思います。ウミタナゴという魚はですね、こう身がねちょっと柔らかいというか水っぽいんですよ。普通にこしてただけでもちょっとこう皮膚破けちゃった。身が柔らかいっていうのが、まあ、欠点の一つ。あとはですね、やっぱりまああんまり大きくならない。実はね今回釣りしてる時に横でルアーで釣ってたお兄さんがですね、すげえ大物あげたんですよ。25センチくらいあったんだけど、まあすげえ大物でもやっぱ25センチ程度なので、まあねーっていう感じ。30センチない魚やっぱ小魚って扱いになっちゃいますからね、どうしてもね。あとですね、もう一個理由があって、で、これはね、ちょっとね、裏表ではあるんだけども、この魚すごい変わった特徴があるんですね。何かっていうと、普通魚って卵を産むじゃないですか。この魚はね、違うんです。子供を産むんですよ。胎生と呼ばれて、まして、自分のお腹の中でこう卵を孵化させてバーッと産むっていうねパターンなんですけども、この冬の時期にですねこう釣れ始める時期は、まあその産卵に向けてこう栄養を貯めるためにいっぱい荒食いをするんですね。春が近づいてくると
大きいものを中心にですね、お腹の中に子供ができ始めるわけですよ。子供を産む時期に直前になると、お腹を開けるとその子供がブワーって出てくるような感じになるんですね。日本人ってあんまり肉じゃなくて魚を食べてきた民族なので、お腹を開けた時に子供がわーって出てくることに対してショックを覚える人はやっぱ多かったと思うんですよね。で、これが裏表だって言ったのは、もう一個理由があって、子供を産むからこそ珍重するっていう地域があるんですよ。でも子供がですね、一匹二匹じゃないんですよね。すげえ数の子供をブワーっと産むので、まあ、子沢山だと。ということで、昔はやっぱりそのお家の繁栄のためにね、子供はたくさんいた方がいいっていう、まあ、見方が昔はかつてありましたので、まあ、子供をたくさん産む魚を食べて子沢山になってほしいというようなね、思いを持ってこの魚を食べていたっていう地域もある。で、その一方で子供を産むのはいいんだけど、子供の産み方に問題があるよっていうその地域もあって、島根だったっけ。ではですね、この魚は嫌われるそうなんですね。で、嫌われるというか、食材としては食べられているんだけど、島根のあたり一部ではこの魚をお嫁さんに食べさせちゃいけないっていう文化がね、あったそうなんです。産む時にですね、尻尾からニョロって出てくるんですよ。逆子なんですよ、産み方が。なので、この魚を食べさすと逆子になってしまうと。だから食べさせちゃいけないみたいな考え方もあって、まあお嫁さんには食べさすなみたいな地域もあったそうなんです。はい、じゃあこれを、キレキレして3枚におろしていきましょうか。まあ、あんまり何も考えずにおろしちゃえばいいです。問題は身が非常に柔らかいので、丁寧にやらないといけないっていうことくらいですね。あんまり生で食べるっていうことはね、全国的にはないんですよ。基本的には塩焼き、煮付けなんだけど、今回生で食べたいので、ちょっと丁寧にね、3枚おろしをしていきます。この海卵なんか本当に小さくて身が柔らかくて小骨が多いので、ご家庭の包丁でやってうまくいく魚ではありません。こいつをさばくためにはまず出刃包丁をゲットしていただくという必要がありますね。出刃包丁とか柳刃包丁っていうのはすごくいいもので、魚をね、さばくのに向いております。魚をさばくための道具と言っても過言ではないと。やっぱりどんな形でも魚をさばくことがある人は出刃を買った方がいいと思います。ましてやその野食材みたいな調理することをやっていこうと思う人は、どうしても野食材、自分でゲットできる魚なんて、まあね、小魚ばっかりになるでしょうし、僕自身そうですけど、そんなにね、毎度毎度ね、でかくてさばきやすい魚ばっかり来るわけではない。切れ味もそうだし、歯の構造ね、片刃であるとかさ、やっぱりね、日本の包丁っていうのはよくできてる。はい、ではこの3枚にね、おろした海卵を調理していこうと思うんですけども、この海卵を使った郷土料理みたいなのがあるので、それをちょっとやってみたいなと思ってまして、それにはですね、まずこれの身をスプーンでこそいでいきます。この魚って非常に身が柔らかいんですね。スプーンでこそぐことでですね、身を簡単に剥がすことができるというのと、あと皮のすぐ下に結構脂とか旨味とかっていうのが魚の場合溜まることが多いので、それをですね、余すところなく取れる。今回ですね、これをその、まあ、生のままミンチにするような料理、味噌たたきやろうと思いまして。味噌たたきっていうのが、東北の方のね、三陸とかのあたりが多いのかな、の郷土料理となっておりまして、割と淡白な、そういう魚をね、使ってやることが多いですね。まあ、ちっちゃい魚ですけどね、この8匹分も集まれば、まあまあまあな量にはなろうかと思います。まあ、この味噌たたきって呼んでますけども、それはあくまで東北での呼び方で、東京関東風に言うとなめろうっていうのがねありますよね。千葉県の方に、西日本の方にもあるんですかね、こういう料理。まあ、もし皆さんご存知でしたらね、コメントで教えていただけると嬉しいなと思います。はい、できた。で、ここに好みの量の味噌とネギ、まあ、白ネギでやってもいいし、青ネギでやってもいいし、そこは好みだと思います。で、これを包丁で叩きながら練り込んでいきます。割とね、小骨がある魚なので、これは身を潰すというよりは、小骨をこう刻んでいくようなイメージでいるといいかもしれません。こんな感じかな。はい、完成しました。海卵の味噌叩き。いい感じなんじゃないでしょうかね。これ食べてみましょうか。いただきます。うんうんうん、美味しい。やっぱり青魚のなめろうとは違った味で、もっとこうさっぱりしている。
奥からじわっと白身魚独特の美味しさが出てくるんですよ。で、その美味しさの方向性としては意外とイサキっぽいところあるけど、あそこまで油は乗ってないけど油も感じるっちゃ感じるみたいな、うん、どこまで行っても主張はないけどそれでもうまいと感じるっていうのがやっぱり海たのこの味なんでしょうね。うん、全体として一つに綺麗にまとまっていて、どれが海たのこ要素だろうとかそういうのを探すのがちょっと野暮な感じに思えるような、そんな感じの、うんうん、美味しいですね。本当にまさに酒の魚酒港っていう感じですね。これね、まあお酒やっぱ合わせたいなと思ってて、やっぱ合わせる方向としては日本酒なのかな。でも日本酒だと弱い、吟醸酒とかだと弱いからどぶろくにしようかな。じゃあこの間の狐ヶ崎まだちょっとあるしこれいただこうかなって思ったんですけど、どぶろくだと負けちゃうかな。味噌たたきの方がむしろ。ここだけにしましょう。上澄みだけをいただいてみよう。まあ、ちょっとこう太めの純米吟醸ぐらいな感じになるんじゃないかなという推測なんですけど、いかがでしょうかね。正解でした。ボディのしっかりした日本酒、もろみ成分が入ってないので後口がすごいすっきりしている。そこにこの味噌たたきを合わせると、うん、最高ですね。ちょっとこの下の大葉をだねちぎるというか、これで頭ね、最高。これはね、別に海たのこの、味噌たたきだけで使う手じゃないというか、むしろ、どっちかっていうと、青魚のなめろうで使うやつなんですけど、実はこの、なめろうにですね、ごま油を、ちょろっとかけてあげると、味変としては最高な感じになるんですよ。ごまの香りとコクが、魚の風味を消すようで、際立たせる。まあ、酒の魚に最高って言ったけど、ごま油かけた状態でご飯にドンって乗せて、わさびによって持って、うおーってかき込むと、それはそれで最高なので、お酒を飲まれない方は、やっぱり白飯とね、合わせていただけるといいかな、というふうに思います。はい。そういうわけで、今回ですね、海たのこという、釣りの対象としてね、ありがたいだけではなくて、味もやっぱり美味しい。生でもちゃんと味は主張してくる美味しい魚だ、ということがね、改めて確認できてよかったな、というふうに思います。一番脂乗ってるのは今だけど、まあ子供をね、抱えた状態の個体も、まあ結構全国的には食べられている。大きくなるからね、春先になるとね、より、いろんなとこで簡単に釣れる魚なので、ぜひ狙ってみてほしいし、普通に他魚釣りに来た人もね、海たのこが釣れた、海たのこかってなるんじゃなくて、持って帰ってね、調理していただけると、意外なね、美味しさに驚いていただけるんじゃないかな、というふうに思います。はい。それでは今回も美味しい魚に出会えてよかったな、というふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。